みんなの間に知を広めるバーチャル YouTuber の相田千尋です。今日はエロ劇画とロリコンブームというタイトルでお話ししていきます。教科書をお持ちの方は上巻の31ページから32ページをご覧ください。今回のトピックは1970年代に登場したエロ劇画とは、またロリコンブームはオタクにどう影響したというものです。最初に断っておきますが、今回の授業自体は別にエロくも何ともありません。ただですね、今回の話はですね、その日本オタク文化の歴史の流れでとても重要な位置を占めている。だからこそ今回の授業で取り上げています。では行きましょう。まずエロ漫画とは何かっていう話をしておきます。エロ漫画はここでは成人向け漫画と同じ意味で使っていますが、最初に注意しなければいけないのは、青年向け漫画と成人向け漫画別物だということです。青年向け漫画っていうのは一般に10代以上の大人が読む向けの漫画っていう意味で使われますが、成人向け漫画って言った場合は性描写を主目的とした漫画っていう風に使い分けられているので、そこに注意しておきましょう。でこのエロ漫画なんですけれども、1960年代に劇画が流行していたわけですが、その劇画がですね、1970年代にエロ漫画にも浸透していきました。つまり劇画のタッチでエロ漫画を描いていたということです。これをエロ劇画と言います。エロ劇画はその劇画のリアルなタッチで人間の肉体を官能的に描くのに好都合でした。1970年代に流行したエロ劇画ですが、その当時流行したエロ劇画史としては漫画エロジェニカとか漫画大快楽、劇画アリスといったものがありました。これらの漫画誌はですね、こう一般に普通の書店ではなかなか売られていなくって、当時はですね、その屋外に設置された自動販売機で売られていたようです。当時の日本ではですね、こういう怪しげな自動販売機っていうのがありまして、その自動販売機ではですね、エロ漫画だけでなくて、こう実在の人間が登場するエロ本でしたり、あと一般書店では扱えないようなアングラな雑誌とかも売られていたらしいです。ただですね、この自動販売機がまあ1980年代になるとまあ規制が強化されてまあ衰退していってしまう。また1980年代になるとですね、そのビニ本っていうのが普及したんですよ。でこのビニ本っていうのは何かっていうと、実在の人間が登場するポルノ雑誌のことで、立ち読み防止のためにビニール袋で包まれていたことからビニ本という言います。もう今ではこういう言い方はしませんけれども、こういうビニ本っていうようなポルノ雑誌が出てきた時に、先ほどエロ劇画っていうのはリアリティを重視したと言いましたが、さすがに実在の人間にはかなわないと。そういうわけで、まあ、エロ劇画っていうのが1980年代に衰退していきます。でこれと入れ替わるように、その漫画の世界でエロ漫画の世界で現れてきたのがロリコン漫画でした。ロリコン漫画の話をする前に、まずロリコンとは何かっていう話をしておきましょう。ロリコンとは幼女少女に対する性的嗜好、またはそうした性的嗜好を持つ人のことを言います。これはロリータコンプレックスの略称で、ロシアの小説ロリータに由来するものです。でこの、ね、ロリコンですけども、その1970年代の日本ではもう今となってはダメですけれども、実在の少女が登場するヌード写真集と、まあ、流通していたわけですよ。なのでこの時の日本では、まあそういうのを愛好する人たちがまあ普通にいた、まあ数時代だったわけです。もちろん今ではこれは禁止されていて、1999年に児童ポルノ法が施行され、出版禁止に、こうした本は出版禁止になっています。こういうロリコン、つまり幼女少女に対する性的嗜好っていうのに注目されていた、そういう時代の中で、じゃあ漫画でもロリコンを表現しようという人たちがいたわけです。その代表例が1979年に東秀夫が書いたシベールという同人誌でした。この同人誌では、そのキャラクターをですね、丸っこく記号的な絵柄で描いたわけです。これは実はですね、当時流行し始めていたラブコメ漫画の絵柄に近いものでした。ラブコメ漫画の絵柄っていうのは、こうリアルの人間に比べるとかなりですね、こう形が違うわけですよ。造形が違うわけですよ。例えば目がめちゃくちゃでかかったりとかするわけですけれども、それ比べるとですね、その例えばエロ劇画、それ以前に流行っていたエロ劇画っていうのはリアリティを重視していたわけですけれども、この時出てきたロリコン漫画っていうのはもうリアリティを取っ払ったんです。リアリティなんかどうでもいい、可愛さを重視するんだ、これがロリコン漫画。リアリティをロリコン漫画で重視しなくていいので、より自由な表現ができる。でこれはもう本当に人の好みになってしまうんですけれども、そのリアリティを重視するんだったらエロ劇画だけれども、いや
別にリアリティということを度外視すれば可愛さ、自由な表現をもっと追求できるんじゃないかということで、ロリコン漫画っていうのがこの頃がどんどん人気を集めていくわけです。そして1980年代にはロリコン漫画誌っていうのが登場してきました。例えば1981年にアマトリア社が出したレモンピープル、これはですね、ロリコン漫画誌っていうと今ではですね、その2021年現在の現代では日本でロリコンっていう場合は、まあ、大体その対象は小学生から中学生ぐらいっていうのが一般的なんですけれども、ここではですね、そういう必ずしも低年齢のキャラクターばかり出てくる雑誌ではなかった。普通に高校生とかそれ以上のキャラも出てきた。なんでここでロリコンって言ってるんですけども、実際にはこう美少女全般を出すようなそういう雑誌だったわけです。でそれはやがて美少女コミック誌という名前で市場に定着していくことになります。でこの美少女コミック誌で二次元美少女、つまりさっき言ったような丸っこい記号的な絵柄で描かれたような美少女、これがエロ漫画だけではなく一般の、つまりエロではない漫画やアニメ、ゲームにも広がっていくことになります。今さらっと二次元美少女って話をしました。でここで二次元美少女っていう場合は架空のキャラクターの美少女っていう意味です。これと対比して実在の人物のことを三次元っていうふうに言うことがあります。また1980年代にはそのエロアニメというのが登場しました。当時はですね、日本で家庭用のビデオデッキが普及し始めたばかり でこれを使ってそのエロアニメを見ようっていう人たちが出てきたわけです。例えば1984年に発売されたクリームレモンシリーズが有名ですね。こちらはですね、もうロリコン漫画そのものの絵柄で描かれたエロアニメでした。では今回の話をまとめていきます。1970年代に登場したエロ劇画とは、劇画のタッチでリアリティを追求したエロ漫画でした。これは1980年代以降は衰退していきました。またロリコンブームはオタクにどう影響したかというと、1980年頃からロリコン漫画が注目されました。また美少女コミック誌で描かれた二次元美少女はエロ以外の日本オタク文化作品にも登場するようになりました。今回の話はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。